山口龍之介2月から1939年5月7日は昭和時代初期に第8代仙台市長を務めた人物である。宮城県石巻市出身であり、宮城県土木課長を経て仙台市長となった。1927年8月13日の仙台市会投票において15票を獲得13票だった前市長。 タタケサブ三郎を下して当選した。しかし、この選挙戦では山口派とかノマタ派が多数派工作のために激しく対立、司会において過半数の支持を獲得できなかった山口は、市長当選後にも困難な姿勢運営を強いられた。また、山口の擁立、選出は、 もっぱら当時の田中義一内閣と宮城県知事、牛塚小太郎による、声優会拡張政策によるものであり、市民とは無縁のままに決定されたものであるとの批判もあった。1930年6月5日、自身が県土木課長だった時代の土木義国事件の発覚に、伴って隕石辞任市長職から引退した。 同年行われた仙台市長選挙に再度、立候補するも、14票を獲得した新人の渋谷、徳三郎に票差で敗れ、司会の推薦は得られなかった。その後は、仙台商工会議所顧問を務めた。AB 人事更新書、人事更新録、第9版、野92ページ、1931年、歴代知事編3回、 日本の歴代市長第1巻329ページ1983年 ABC1946 年の市長公選運動くぬぎとしひろ福島大学行政社会学会行政社会論集1996年7月31日ありがとうございます